ちは。はい、帰ってまいりましたよ。はい、翌日なんですけどね。はい。でですね、釣れたのがこちらになります。はい。3種類ですかね、多分おそらく。丸アジとかはありますよね。でですね、まあ1匹しかメバル持って帰ってきてませんけど、メバル結構釣れました。メバル自体は釣れるんですよね。ただそのキーパーサイズというか持ち帰れる大きさが20センチ以上からということなんで、20センチ以上のがこいつだけだったという、見事児玉さんがね、いやマジ児玉さんの日だったですね。マジ竿頭。いやちょっとでっかい、一番でかいアジも児玉さんが釣って、てかほぼほぼ大きいアジ児玉さんなんじゃないですか。そんなことないと思うんですよ。これとか胸尾くん、ああこれ胸尾くん釣ったですね。キラーバス狙ったらこいつが早巻きできたんですか。いやもうメバルの時と同じ。これが何匹も釣れたら面白そうですけどね。ていうかこいつがボイルしよったとかもしれないですね。ああかもしれないですね。シーバスやったらもうちょいバホってなるかもしれないけどね。こんぐらいぐらいでしょシーバス持ってやつの。楽しかったですね。面白かった。なるほど、面白い。面白いです。ああ、もうあの釣りも超好きだもん。いや、こいつらもきっと美味しいはずなんですよ。こんな丸々な味なんで。ただこいつ去年激うまだったんです。こいつ絶品だったんですよ。マジで。で、こいつメバル基本美味しいんですよね。で、メバル基本美味しくて、俺は結構メバルうまいぞって言ってきたんですよ。でこいつは釣りました、うまかった、うわーうまかったで、胸尾線でメバル釣れるところが教えてもらったりして、メバル釣るじゃないですか。もうこっちは楽しみなんですよね。やったー、このいいサイズのメバル釣れたぞと、持って帰って食ったら、ここのメバルに味がどうしてもかなわんのです。そうなんですよこれ不思議、マジであれってなったもんね。違ったっすね。でおそらく、僕らがその胸尾線で釣ってたのが、まあ、ブルーバックと言われる青メバルとか、まあ、黒メバルとか言われるタイプ、オキメバルとかも、まあ、オキメバルまたさらに違うオキメバルもいるんですけど、で違ったのか、まあ、金か赤かなのかっていうところもあるんじゃないかなと、まあ、その潮のこの荒波に揉まれてなのか、本当に違う件ですね。これが楽しみであります。じゃあ早速お外行きますか。どういうこっちゃ？どういうこっちゃ？お外。なんで？お外にちょっと食材が必要なんです。ああなるほど。畑？はい。雑草シリーズですか？雑草じゃない。雑草シリーズ。雑草はもう。雑草は俺してないですけど、児玉さんだけで。じゃあちょっと収穫しに行きましょう。はい。足らない分を。じゃあこれぐらいでいいかな。白菜はじゃあこれ取ります。はい。他にあれがいる。カメ？ああいた。カメムシがいた。白菜にはついてないけど。お。白菜。は。白菜。おお。ああ。白菜とカメムシと。大根をちょっとそんな大きめじゃない方を選びました。はい。ちょっともみじおろしを作りたいだけなので。はい。了解です。じゃあ収穫完了。はい。行きましょう。はい。さあ、最後も収穫してまいりました。はい。ここで発表しますか。はい。今回の料理。今回はですね、メバルアジをお刺身にして、でお刺身と別でこう鍋を作っといて、鍋と言いますか、だし、でそこでしゃぶしゃぶ。メバルがですね、しゃぶしゃぶってあるとかなと思って調べたら、メバルシャルメバルしゃぶしゃぶってどえらい出てきたんですよ。っていうことは結構ポピュラーなやつで、メバルしかも何やったかな。うわーうわーうわーっていうか釣り岡ファームはカメムシめっちゃ多いですよね。ひどい。もうここの敷地内めちゃくちゃカメムシだらけやもん。だってバカがはい、ちょっと外に出してきます。はい。で、メバルのそのしゃぶしゃぶですけど、なんでかわからんけどめちゃくちゃうまいとちょっと書いてあったんで、なのでしゃぶしゃぶにします。で、昆布だしでだしを取るだけでそのしゃぶしゃぶする液体は大丈夫ということなので、はい、でこいつもちょっとお刺身を児玉さんも食べたいということなので、こいつもお刺身いきましょう。はい、こいつらが大きくなるとあれですね、シイラと同じようなあれシガテラ、まあ種類による、かすみ味ってやつはその確率が高くなるんだけど、あんまり銀紙味とかでは効かない。まあそうですね、かすみ味、モーニン味が一番あれですよね。南方系のなんですかね、肉食魚はそういうシガテラの危険性が結構多いけど、それがね当たるかどうか。だから小さいからまだそういうやつらを食べて体に蓄積してないと思うので大丈夫と思います。 OK です。ああなるほど。シガテラは火通しても意味ないので、どっちにしろやばいとあるんだったらそうですね、まあ大きくないからほぼ大丈夫だろうということですね。はいで、アジは焼きなんかもいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあやっていきましょう。はい、魚いきましたね。もう一個ちょっと出しますか。数多いんで。皮は引きますよね。はい。あ、でメバルがですね、皮付きで OK って書いてあった。あ、そうなんだ。はい。あ、OK っていうか皮付きの方がうまいんで、ぜひ皮付きで食べてくださいみたいな感じで書いてた。いいね、味大きいですね。おっとでかく見えてくるね。でもあの時だけだったね、でっかいやつがですね。あの後もう一回同じとこ行ったけどもう来なかったんですよ。バカいやいやいや、内臓をきれいに取っちゃった。もう3枚にはい押していきます。はい、やば、背骨の向こう側に行っちゃったかも。うわあ、全然大丈夫ですよ。これが幻の6足ですねスピードの向こう側に。あ、やべ、あっち側に行ってしまった。いや違う、こっち側に来たスピードのこっち側に来た。スピード普通やないかおーい。失敗したらごめんなさいね。じゃあこっちはメッキさんを巻いていきます。ここはなかなか硬くて取れないですね。メッキってどれぐらい種類がいるんですか？世界で言えば何十種類もいるんじゃないですかね。似たようなのがいっぱいいます。糸引き味ってします？この間スー君がそういえばはい知らないです。でそういうやつとか、それに似たやつ、カリブ海とかにも同じようなルックダウンしてこんなやつとかいますからね。へえ、それはなんていうやつですか？ルックダウンどんな顔やったとくちゃん？あ、でもとくちゃんの顔にそれしなくても似てるような気がする。うわー怖いな。いけるやろ。大丈夫。いっぱいいるから。いないよ。何事も経験ですよね。ね。でもね、こっちの九州の方とかではメッキってこれぐらいのサイズぐらいまで、もうちょっとまあでかくなるところもありますけど、感じですけど、沖縄とか行ったらこれめちゃくちゃ稚魚ですよね。ですね。で、沖縄石垣島にお仕事で行った時に。フェリー乗り場で結構釣れるんでバーッと釣ってたんですけど、大体こんぐらいですね。そんなでかいのがいいね。でかい方がですねこんぐらいぐらい、まあちっちゃいって言ってもこんぐらい。引くやろ。何のメーカーかわからんミロと何のメーカーかわからんバスロット。バスロットで釣れた。バスロットで急になるんじゃないの？しかもその何のメーカーかわからんバスロットがまた高いんですよ送料があるからね。現地でめっちゃ高くて。でこれは味？これはメッキですね。メッキ、はい。まあ骨あったら出してください。了解です。いや全然身を取ります。はい、それの方が美味しくいただけそうだ。メッキって美味しいんですか？さあ、よし、メバル終わり。おっ、はい、お疲れさんです。お疲れ様でした。お、貴重なメバル。本当ですよ。ちょっとお皿に入れてますね。でも本当にあれですね、欲を言うならあと2匹3匹と持って帰りたかった。そうですね。また次の楽しみができたっていうことで、また来いってことでしょうね。一応まだ今シーズンじゃないんでメダル、そうですね、そうですね、一度今年中に行けるのが来年になる頭とか。じゃあそれでは私次に大根やりますかね。はい、お願いします。一つお願いがあるのですが、はい、鍋をあれせろと。いや、アジを焼いてください。アジを焼きます。焼きアジもください。 OK です。よし、はい、焼きます。じゃあアジ焼いていきます。ああ、お願いします。すいません、焼きアジ。無理やり乗せていきます。特徴も大根終了。大根終了。さあこれにですね、一味を入れていきます。はい、はい、じゃあ出汁の取り方はお水。お水これでいいんですね。はい、それだけ入れて、はい、であとちょっとだけお塩、はい、入れておいてください。はい、水と昆布を入れて中火にかけ、沸騰直前に昆布を取り出します。はい、と書いてあります。はい、昆布の量を入れてください。たっぷりたっぷりコーン。じゃあもみじおろしはとりあえず完成です。はい、入ってきます。ここの時点で塩入れていいのかな。あ、塩入れてよかったです。あ、いいんですか。はい、これ小さじ1ぐらいですか。大丈夫だと思います。はい、じゃああとは沸騰直前に取り出さないといけないんで、そうですね、沸騰するまで見張ってください。じゃあちょっととりあえず一回片付けてお野菜をやりますか。はい、あ、もうしてきましたね。おっぽっぽ。はい、あ、やばい、沸騰、これはもう沸騰に入るのかな。出します。はい、お、もう色つきましたね。はい、切ってきます。いい色に。どうしますか、これもう全部入れちゃいますか。もう入れといていいと思います。じゃあ入れますか。はい、まずネギさんも入れてきます。はい、エノキングも入れておきます。はい、入れてまえ、入れてまえ。はい、でまた白菜の水分が出るでしょう。それではなんだかんだでもう出来上がりですかね。はい、じゃあ味の方も取り出していきましょう。はい、ありゃうまそう。うまそうや。おっとと、魚ってどっちが頭でしたっけ。なんか左に向けろとか、なんかそういうのがあるでしょうけど、そんなのはもう気にしません。はい、大丈夫でした。大丈夫です。じゃあ食べましょう。はいはいはい。おい、それではグツグツなってきたので、いいでしょう。開けてみますか。はい。オープン。おお、綺麗な緑。綺麗、鮮やかっすね。もうちょっと火入らんといかんっぽい気もする。野菜ね。はい。ので、じゃあお刺身からいきますか。はい、しゃぶしゃぶして、もみじおろしにこれを出汁を入れる感じですか。そうですね。なんでお刺身からいきますか。あ、そうかそうか。刺身ね。しゃぶしゃぶじゃなくて。はい。じゃあアジからいきましょうかね。はい。メインはちょっと取っといて。じゃあアジ早速お刺身いただきます。おーい。うわ、油がすげえ。お、本当や。いただきます。あ、うめえ。うま。うめえ。甘。うまいね。これびき。お、久しぶりのこんな。うま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 いっすね。うま。じゃあメッキ食べてみます。はい。あ、味生姜がうめえ。うんうん。メッキ硬。いただきます。いただきます。味が。うん。本当は歯ごたえすごいですね、うん、食感がいい。これも美味しい。まあうまい、うん、グミみたいな味を言わんかったら硬い羊羹みたいなそうだね、そうね、うん、こいつですよ。食べたいです。レバルさん、ちょっといきましょう。最初お刺身で。あ、やっぱりうめえ。うん、甘さはメバルの方があります。うん、うまい。うまい。では、でも刺身で食うときはやっぱ、うん、皮ちょっと炙った方がいいですね。硬すぎるから噛み切れない。でもうまい。うん、うまい。なんでなんかさっぱりシューンって感じですよね、うん、じゃあついにしんなりになってしゃぶしゃぶいきますか。はい、じゃあこれも味からいきます。あ、味からいっちゃいますね。しゃぶしゃぶしますか。味のしゃぶしゃぶとか初めてなんですね。生臭くもあるのかどうなんですかね。いただきます。うまっ。うん。おいしい。おいしい。おいしいけどちょっとあれだね、歯ごたえがなくなるから。刺身の方が美味しいですね。うん。だからあんま浸透しないのかな。うん。ちょっとメバル君の楽しみにしておりましたよ。こちらですね。ポン酢を結構効かせた方がうまいって書いてあったんです。クリームなるね。プリン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 。なんこれ。うん。うまい。こっちの方がうまい。うまい。なんかわからんけどめちゃくちゃうまいって書いてあったっすもん。いただきます。これはうまい。うまいこれは。うまい。これはうまい。プリンシコシコジャポンみたいな。これそういえば。リクエストの焼き味がありましたね。どうぞどうぞ。ありがとうございます。シンプルでうまいっていうのが朝食とかにいいですよね。これはうまい。しくじった。しくじってしもたやつそれ。何さ。全部めちゃくちゃうまかったんでですよ。まずを言うのが。これのやつ忘れとった。忘れとったですね。味うま。うまいね。ちょっとお刺身ももう一回。味はね、生姜が合うもんね。合いますね、本当に。うまい。うん。じゃあ、あとはゆっくり食べますか。はい、そうっすね。はい。今回はですね、門司のグルーブさんというところで、はい。メバルとアジと釣ってきました。楽しかったですね。楽しかったです。釣り本当で船をこう変えたらしく、まあ何が変わってんだろうとちょっと思ってたら。どうえらい変わっとったんですね。もう全然違ったね。ようわからん仕組みになってて、このパイプなんぞやと思ったらめっちゃ安定する。あのシステムいいですね。確かにあれなかったらね、なりそうなので、今後はパルマリンさんの胸をせんの時もあれがついたら結構投げやすかったかなと思いますよ。言っときますか。いやでも本当楽しく、数もいっぱい釣れて、でもう物はもう別格にうまいっすね。うまいっす。なんでこの味を確かめたい方は行ってみたらどうでしょうか。はいはい。じゃあそれではこの辺でさよなら。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。